2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。どうも。今回はですね、さや取引ですね。ちょっと試験投資少額なんであれですけども、ライブでね試験投資ちょっとやりましたので、日曜日の朝方4時20分になろうとしております。でですね、ユーロ円とですね、ポンド、GBP JPY ですね、GBP JPY ね、GBP と円ですね、それとユーロとジャパンと、ね、2つのさや取引を見て下に落っこちたんで買いを入れました。それで実際に投資したのがこちらですね。投資したのが9月12日ですね。9月12日20時になってますね。でね、まあスワップ金利両方ともマイナスなんでね、プラスにならないんでほったらかすとどんどん負けていっちゃうんでね、決算は早めにしないといけないということはありますね。証拠金が686、リバレッジ400ですね。外国の FX コードを使ってます。で、だいぶ吸っちゃってたった2万円の資金ですね。こちらね入ってまして、で有効証拠金、21,542円で640、まあ100倍でやると6万ぐらいですね、利益になるんですね。だからどのぐらいかな、10万ぐらいで全部捨てるかで勝負すると6万円稼ぎます ね。で、642円稼いでます。でこれね見ると少しまだ上がってないんですね。こっちのサイトの分析がね、月曜日にならないと分かんないですけども上がったみたいですね。でこのようにね、1000ロット、ね、買い売りしたんですね。で 1% だからまだこれだな、これ1にした方がいいね。ね、2735円ぐらいまで待つんでしょう、利益は ね。このぐらいまで待つんでしょう。そんな言ったら難しいかな。これね何回かやるんです。でね、難品やんないの。下がったから下がって、ここで来たんだと思ったんだけど上がったみたいなんですね。まあ 0.5 ぐらいがいいかな、ね、0.5 ぐらいだろこれは ね。こんぐらい上がったらやめとくのかな。もうちょっと上がった方がいいかな。本当に下がったからね、もうちょっと前、そうすると、ね、1368円で、この2倍ぐらいで、だからね、0.7 ぐらいなのかな。どうかな。で、少ない資金なんで、あ、こんぐらいだね。だから、2000円ぐらい利益、ね、この上にぶつかったらね計算すればいいなという感じかな。ちょっと見にくいんでもうちょっとこっちになりましたね。でこれこっち、ね、ちょっとやっぱりですけどこれ全部見えない、ね、ここではマイナス772円になってるんですよ。ここら辺で投資したんで、ここでしょ、
からだからこう額で今上がってるんですね、実際はね。これ日曜日ね、こっち止まっちゃってるんで日曜日。それでこの鞘の時に下がったんでここで取引したんですよね。今マイナス772円なわけですね。実際に通して1000ドルずつ1000ドルずつ通して642円だから、まあ実際ね、ここの時よりか上がってるんでここら辺まで上がってるんだと思います。ここら辺ぐらいね、今現在ね、無理でしょう。ちょっと待って、データベースちょっと見てみて、これは有料でね、私は買ったんです。1日のダウンロードですね。ちょっとやってみて。めちゃくちゃこれ取れないでしょ。関係ないでしょ。ね、取れないですね。で、さや取引でね、僕あの株式の銘柄も やりますけど、さやあの外貨の方がね、あのレバレッジが400倍いくんで、信用が400倍なんですよ。だから資金がね少なくともたくさん稼げるということで、株式信用取引4倍ぐらいだからね、400倍だからね、FX の場合ね、日本で25倍もありますでしょ。だからで、まあ株式でやっちゃうから日本の場合はね無制限ですけど、同じですけど外国とね。でこのようにね稼ぐんですよね。で決めたらね、ある程度こう損切り決めてね、追加しないっていうことが大事ですね。大金でもそうですね。だからこれだから1000円でしょ、2000円あれば1000だから100倍で、20万円でね、20万円で6万稼ぎですよね。20万で6万。ね。まあ30万くらいかな。30万ぐらいで6万か。ね、ぐらい必要かな。30万で1ヶ月で6万ぐらい稼ぐんですかね。これだって30万の資金だとね。300万で60万ぐらいですね。ちょっと厳しいから50万ぐらいでやると思うんだけどね。まあそんなことで、実際にね、通してみないと分かんないでしょ。鞘取引とかね。2つの通貨国でね、取引数、今回は1000銭だから同じなんだけどね。で、鞘の利益表ね、こうですよね。上がったり。この赤線よりか落ちてると、こう落ちてるっていうと、落ちてきたということで、ここでね、上がるんじゃないかというとで、買ったわけですよ。ね、これ、買い。ね。買いなんですよ。ね。買ったわけですよね。それでまた落っこったんだけど、ここ我慢してたら上がったと、今日は。ね。ここで取引したんですね。ちょっと上がってきたんで上に上がってるかなと思ったら、ドンと落っこっちゃったんで、一回ね。ね。それで今見たら、上がってたと。で、これはね、月曜日の見ないと、データ取り込めないんで、今日曜日なんでね。この FX の方は常時だから取り込めてるんで、いいわけですね。で、これ 0.7% ね、資金の 0.7% 利益ということでね、まあ 1% ぐらいですかね。ね。証拠金だから、出てるから1、2、3、4でしょ。27万3500円でね。実際使ってるのはこの400分の1。ね。証拠金が400倍ですから、レバレッジがね。だから、こういうふうにね、ちゃんとね、こう、証拠金少なく投資して練習用に使おうかね、これはね。外国用はね。FX はね。で、最高なんですね、これね。で証拠金が非常に高いからね。これね、ズドンと落としちゃったんだな、これね、もうがっかり。で、まあ、こんな風にして楽しむんですよね。で、いい時に見て、バッチリ閉じすんですね。まあ結構ね、
数十万でも結構つらい、大変ですよ。1日で10万あげるっていうのは結構きついですね。私のはきつい。そんなことですね。まあ実際の、あの投資方法ですね。この GBBJPY、EUROJPY をこれにいてね、サヤトリオっていうのが あるんですよ。それがね。私はね、すぐ、無料でも使えるんだけど、私はすぐお金送金しましたね。買ってね。で、あの ID コードもらってね、即買いました。これ最高ですね。こっちのね、ペアありますでしょ。こうあるわけですね。で、どれがいいかって見るわけです。これは見た私のか、ね、こういろいろあるわけですよ、ね、これ上がってるわけですね。これ下がっても下がってきてるから、ここのところでやんないといけないのかな。こうね、でもうちょっと取り直してみますとね、こっちか、これではね、これ株じゃないんで、その他にする。で、これ全部外すんですね。それでね、ここだけは設定しないといけないんで、あと6ヶ月ぐらいでね。と、こうあるわけですね。ちょっと一旦保存しておいて。で、今、取れるのはこれだけですね。次ね、こういうのはね、こういうふうにね、こういうふうにね、稼げるやつをね、これで分析できるんですよ。あ、今何もないんだな、出てこないね。この通貨で出てこないですね。例えばね、これ、株式やった場合ね、これも関係なしでこう、1年間ぐらいやってね、このままして取り込むとしますでしょ。あ、かっこいいやってない。ね、あ、そこは全部でしょ。ね、まあ、全部やってみてるかね。それでね、日経225の方がね、潰れない会社、潰れにくい会社なんでいいんだけど、ちょっと今回多くね、こう取るわけです。これはね、定年になって収入取るときには最高、もう2000、3000ぐらいありましたね。でね、こんな出たわけです。でね、この銘柄で、こう、そう、ね、こう出てきたんですね。こう、もう3000近くあるわけですね、これね。こういう再取引で合わせてくれたんですね。これね、相関係数あるんだけど、私が発明したハンマー岩尾先生の相関係数の方が正確です。今度こういうツール私が用意しますけども、両方普通の相関係数はね、計算方法も知ってますから、それと合わせてね、両方手に出るようにしますけど。ここに、たくさんあるんですよ、これ。こんなに。で、3000あって、これだけだといい時わかんないでしょ。これちゃんとね、こう、あの、ペアのクリーニングってできるんですね。このボリンジャーバンドのね、幅、それで超えたらね、これ、こうね。で、今ちょっとクリーニングしてみますね。500件に減ったわけで3000からね。それでこう行くでしょ。そうするとこの上当ててみましょう、ね。ほら、落ちてんのだけ全部、ほら、落ちてんのだけ全部、分析して出てます。このボリンジャーバンド。ね。越してるやつ。で、その中から見るんですね。これなんかすごい落ちでしょ。上がりそうでしょ。ただね、落っこってんのはまだ下がる方の確率が多いです。ね、だから上が、ちょっと上がるまで待つしかないですね。落っこってる時は。ちょっと上がるの待つの。ね。3日間ぐらいは。そのまま上がってるからって下にしちゃいけないんです。やっぱりね、
下がってきた、下が落ちてきたときね、これ落ちてきたときに、ここら辺に買うのね。で、上がってまた戻すまで。そういうような感じですね。大体、6回に1回しか当たりません。これでもね、これちょっと横行ってるからわかんないけどね。こういうのはいいかもしれないけどね。これ500アンです、こうずーっと。500万です、これ。ここに一発で検索してくれるの、こうやって。銘柄だ出してくるんですよ、全部。これ全部そうですよ。これ全部取引する。だからこれはね、上上がってるから買うわけですね。買いで取引するのね。ね。あ、売りで取引するのね。下だったら買いだけどね。ね、これはだから売りなわけですね。こういうのもいいんだね。それでね、10個ぐらいこれ仕掛けするんですよね。例えばこういうふうにしてね。扱って、まあ、出ないけど、こちら辺は仕掛けたわけですね。仕掛けて、本当に通したわけですね。ね。このように仕掛けて、実際にこう通してる。通してるね。だから10個ぐらいやって、ね。損切り上と下同じにしとくんですね。それで、10個のうち7個勝てば勝ちですね。そんな感じでやるんですね。6個だと結構勝てないんですね。結構ね、損切りの方がちょっと多くなっちゃうんですよ。同じにやっても。だから、7個以上は勝たないと、10個としてね。ということですね。1ヶ月に10個ぐらい通してね。で、これ、こんなあるわけですね。どれがいいのかな。これなんかすごく上がってるから下がりそうでしょ。これなんか下がってくんじゃない。これ一気にね、一日でズドンっていくことあるんだね。これの、これなんだと。ソニーファイナンシャルホールディングスでしょ。ね。うん、ね。なんだ、強制って僕はあんまり僕会社知らないんだけどね。電鉄ね。で、ね、これなんかいいよね、こんなのね。こういうのチェックしとくといいよね。これも下がりそうでしょ？結構あるんだよな、このたくさんね。で、こういう時にさ、今ぶつかってる時だからすごく下がりやすいんだけど、まだ2倍ぐらい上がることあるんだよな、これな。ねえ、だからこれは難しいね。いい時で売りたいんだけどね、今はね。自分はね、こういうのガクガクガクってこれ、この辺からね、来てさ、こんなに落っこちちゃってんだよ、上がると思って。で、こういう状況だから上に上がるような感じでしょ。こんなとこで買ったら、ズドズドズドですよ。そこで、ここで損切りになっちゃうね、この辺で。ということですね。損切りは必ず入れましょう。それでね、1ヶ月の有効期限というようなことをやるのが一般的ですね。1ヶ月以上取引してから、ね、思惑いかなかったらやめましょうというようなことが一般的ですね。手出さないように、ね。これはすごいね。あ、まあ、そういうことってね。今はないけど、ね、外貨のほうないけど、通常はね、外貨のほうにしましょうということですね。証拠金が高くできますから。資金少なくて多く稼ぎやすいということですね。外国のを使いましょう。で、練習の時にもね、私の方も練習の時にも特に少ない資金で、ね、このように。最初ロットでこうだもんね。642円とかね。このコーヒー代のメルが、もうおかげさまでこれだけで。642円でコーヒーのメル、ね。そんな風にね、練習でも遊びでも稼げるわけだ。
年は遊びやっちゃいけないからね、うん、全部ね、試験か本番だけになりますけど、ね、でまあそういうことですね。今回紹介教えたのが半間岩先生の鞘取引で、株式投資もいいけど、ね、資金がたくさんいるんで外貨でやりましょうって、ね、で鞘取引はこの中にちゃんと入ってますから、ちゃんと外貨も ねこう取れますから、ね、ちゃんとこの通り投資して、ちゃんと投資したんですね。このピンクの最初ここだからね、投資した時期が9月11日ですよ。もうだからもう12日経ってるの、ね、月の半分ぐらい経ってるんですよね、もうね。で今ここでは下がってるけど、土曜日の集計でしょこれね、現在日曜日の朝方はじめね、642円とプラスになってるから、ここよりか上がってるわけです。現在ここら辺でしょ、赤線につかないぐらいまで上がってると思う、上がってるわけです。現在見るとどこかな、ここで価格見てみると、ユーロ JPI が1325上がってるでしょ、買いだからね、1325上がってて、これが147、売りだからね、ちょっとは上がってるけど、こっちの買いの方が上がってるからですね、こちらの方がね。ということですね、差し引きすると、ね、2つがね、保険が入ってるからですね。ということですね。どうもありがとうございました。